午前9時過ぎの網走市内です。七面から巻き上がる雪で非常に視界悪くなっています。発達した低気圧の影響で道内は昨夜から大荒れの天気となりました。この24時間で降った雪の量は遠軽町で71センチ、西興部村で70センチなど東部を中心に大雪となり、猛吹雪となったところもありました。雪かき何時からされてるんですか？いや、まあ8時ぐらいから。風がすごくてね、もう。北見市の国道では立ち往生も発生しました。現場は遠軽町との境にある上り坂で、一時10台ほどが動けなくなりました。何やったんですか？いや、前から除雪車がいて、登れなくて。根室市でも今朝は雪と風が強まり、遠くが見通せないほどの猛吹雪に見舞われました。道東では今シーズン初めての冬の嵐となり、釧路市では小中学校など44校が臨時休校となっています。札幌も昨夜から18センチの雪が降り、今シーズン一番のまとまった雪となりました。住民は朝から雪かきに追われ、幅が狭くなった道路では車がスピードを落として走行していました。この寒波の影響で北ガスは昨日1日の都市ガスの供給量が過去最大になったと発表しました。暖房や給湯、ロードヒーティングなどで使用量が増えたことが原因とみられます。この大雪と強風の影響で JR は札幌と網走を結ぶ特急オホーツクなど特急26本が運休、普通列車も終日運休の路線が多数出るなど、合わせて列車279本が運休しました。また新千歳空港では46便が欠航となるなど影響が出ています。今後も交通機関の運行状況に注意が必要です。